部稼働実験を開始する。ランダムは待機モードへ移行。速やかに待機モードへ移行せよ。了解。待機モードへ移行する。自動タイプへの換装もありますよね。あんまりスピードが上がると乗っているこっちの身が持たないけどな。変更弾マークは正常です。ランダムの対象クリア、問題ありません。現在のステータスを報告せよ。両足の減速器の摩擦抵抗も目標値に収まっています。このマグネットコーティング組のパーツの乾燥が全関節で完了すれば応答性も倍以上になるはずですね。 S-00-0 完璧に満たせるかどうか前の人に出したいことです。気に触る言い方ですね。でもやってやりますよ。一緒に集中するように。そういえばオリジナルエアリのシステムの不具合最近収まったんだろう。そうらしいですね。システム開発チームの吉崎主任もプログラムが安定してきたって言ってますよ。そうお願いしたいね。ミノフスキーフライト実験の時はもうさすがにダメかと思ったんだからな。状況の報告を続けろ。 F00 このまま待機モードに行くことは。ちょっと待って。ランダム F00 のコクピットに直接信号が送られている。違う、この信号はコクピットから発信されている。コクピット内の集音マイクの感度を上げろ。ランダム、コクピット内のマイクゲインを上げるんだ。ランダム、聞こえるか。ランダム、僕はアムロ。
ヘイ。マグロリ、伝説のビルダイブ。僕はサイフフレームに宿ったマグロの記憶、君たちが呼ぶオリジナル AI だ。マグロリは爆発ショックの時、地球を救おうとして、あのシャワーアズナブルと一緒に消息不明になった。そう聞いている。そう、あの時の記憶ならはっきりと覚えている。隕石落としを褒めるために敵も味方も関係なく、あの場にいた全ての人々が力を貸してくれた。サイコフレームの輝きに導かれるように。ガンダム F00、 聞こえているのか。ダメだ、何かの音が遮断されている。なぜ自分の命を懸けてまでアクシズを止めようとしたんですか。それは自然なことだよ。未来へ向かって人の可能性をつないでいく。そのために必要なことだよ。命だってかけられるということだ。誰だ、誰と話している。間違いありません。音声信号は F00 自身から発信されています。まさかオリジナル AI。 オリジナル AI が自らの意思でメッセージを送っているというのか。君もガンダムのパイロットなら分かるはずだ。人類は争うことをやめようとしない。そして何度も同じ過ちを繰り返す。それでも希望を捨ててはいけない。どんな時かガンダムのパイロットたちはこれまでもこれからも未来へと向かう可能性をつないでいく。そういう運命なんだ。そんなこと言われたって俺には何の力もない。ニュータイプなんかじゃないんだ。未来への可能性は誰にだってある。そう、これからの時代は君たちのものだ。もう時間が来たようだ。僕はまた眠りにつく。話せず嬉しかったよ。君の金色の髪と青い瞳は懐かしい人を思い出させる。いつか僕を F00、 大丈夫か。状況を報告せよ。大丈夫ですよ。実験はうまくいったんでしょ。実験中謎の会話が聞こえた。一体誰と話していたんだ。それは、そうですね、なんだか懐かしい人に会えた気がします。了解した。明日もマグネットコーティング稼働実験を継続する。そして高機動モードへの干渉準備にも取り掛かる。まだ格納点検が残っているぞ。早急に明日の準備に取り掛かるんだ。了解了解了解。どうぞこちらもご覧ください。